皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回はこちらのブック本です。ロベルタ・ディ・カメリーのロングウォレットブック開封していきます。はい、開封いたしました。それでは詳しく見ていきたいと思います。では正面からご覧ください。まずはここですね。ロベルタ・ディ・カメリーノ、イタリアのラグジュアリーブランドですね。ゴールドのブランドローンは型押しされております。こちらでございます。そしてこの本体の素材なんですけれども、サフィアのレザー調素材となっておりまして、カラーは新緑のということで深い緑色になっております。とっても高級感があります。でこの触った合皮の質感もですね、こうベタつかずさらっとした仕上がりで、とても触った心地もいいですね。そして今持ったばっかりですけど、ちょっとだけコンパクト感が感じられますね。おそらくこの幅が狭いんじゃないかなと思います。後でいろいろ他のムック本とも比較してみますね。で後ろ側はこのようになってまして、ここに外側にポケットがついております。レシートとかちょっとしたものをここに挟んで入れておけるのが非常に便利なポケットついてますね。そして下から見るとこんな感じで、横から見るとこうですね。で上から見るとこうなっておりまして、はい、どうでしょうか。でここに持ち手がつけられてまして、これもポイントですね。引き手は合皮が使われておりまして、でここにはキラリと光るルマンドロゴが付けられております。そしてさらにこちらもご覧ください。ブランドのアイコンバッグであるバゴンギのこの形をしたチャームですね。ゴールドのチャームが付けられております。とっても可愛いです。でこちらのチャームにもルマンドマークがしっかりと入っております。そして角の部分も写しておきましょう。このようになっておりまして、このあたりはこれまでのムック本と特に変わりがないという状態ですね。はい、それではここでいくつかムック本のお財布持ってきましたので比較してみようかと思います。まずこの色なんですけど、緑色、深緑ということで、これまでにあったムック本ではこのシップスのお財布も緑色でした。比較しますとちょっと分かりにくいかもしれませんが、このシップスのお財布よりもさらにちょっと濃い、緑色になっているのかなと思います。はい、よりこう深い、緑色にゴールドのロゴとかジップの部分がありますので、高級感が非常にあるなという印象です。で横幅に関しましては、こっち今合わせてますけれども、ちょっとだけ小さめサイズになっているかなと思います。でこの高さ方面、この横幅、ここの幅に関しましては同じくらいになっています。でブラックと比較するとこんな感じの色になります。はい、ブラックと比較しちゃうとやっぱり緑な感じが非常にわかるかなと思います。そして今度このクリスチャン・オリビエ・パリのお財布と比較しますと、横幅、はい、はほぼ同じですね。さらにこのクリスチャン・オリビエ・パリの方がちょっとだけ小さいかもしれません。このお財布ちょっと小さかったんですね。はい、これくらいわずかながらの差になってます。あとこの横幅も同じですので、サイズ的にはこちらのお財布とほぼ同じだと思ってください。さらにちょっと小さかったこのミーさんのお財布ですね、これと比較するとこの幅はほぼ同じで、この高さ方向ですね、この幅に関しましてはこのミーさんの方が幅は狭くて持ちやすくなっております。はい、ということで、この幅はこれまでの雑誌付録とかムックモと同じなんですけど、こっち側はほんのちょっとだけ小さめサイズの長財布と同じくらいのサイズになってます。はい、それでは開けていきましょう。ジップの引き手は大きくなっているので持ちやすいですね。動きも特に問題ないかと思います。でこのチャームがこんな感じでついてきますんで、ちょっと邪魔だなって思った場合はこれを取り外すことも可能となっております。はい、ではまず開けまして、中ご覧ください。内側はブラックとなっておりまして、これくらい開くことできます。ポイントとしましては、ここに蛇腹カードポケットですね、 1,2,3,4,5,10 ポケットが付けられております。で横にこう入れるタイプですね。でさらにこちらにフリースペース、お札が入るところになっていて、でここにロベルタ・ディ・カメリーノの合皮のタグが付けられております。でこちらに収納ポケットがありまして、で今度こっちにもフリースペースがあって、でここが、はい、小銭入れになっております。
ガバッと開くタイプで、最近こういうの多いですけど、見やすいですよね。このような仕様は先ほどもちょっと出しましたけど、このリトルミーさんのこの長財布、ここと、ほぼ同じような内装になっております。この蛇腹タイプと、あとこの辺の収納ですね、ただここのマチですね、ここと、あとこっち側の一番端のこのマチが、今回のものは、はい、こことここのマチがありませんので、その辺の違いは出ております。それではお金入れていきます。まずお札入れていきましょう。お札はここにこのように入れることになりまして、どうですかね、横幅の余裕はこれくらいありまして、深さの余裕はこんな感じになっておりますので、全く問題ないですね。このこっち側に入れてもいいかなと思いますし、こっちのスペースのここですね、ここにお札入れてもこのように収めることができます。まあ、基本はここに入れることになるかなと思いますので、ここに入れておきますね。続いて、はい、奥のスペースには通帳を入れられます。今こう入れましたけども、ギリギリですけどね、あの高さ入りますんで問題ありません。続いてカードポケットに入れていきます。カードは横にしてこう入れるタイプになってますので、はい、まあ、出し入れ特に問題なさそうですね。上の方もこれくらい見えてますので、はい、まあ、どのカードか見やすくなってるかと思います。そしてカード10枚入れますとこのようになります。で、取り出しも、はい、こう指がスッと入りますんで、特に取り出しにくいとかいうことはありません。そして1つのカードポケットに2枚入れもできないことはありませんので、はい、たくさん入れたい方は2枚ずつ入れることもできます。そしてここにもフリースペースが、先ほど入れましたけど、お札とかレシートが入りますね。で、さらに今度は小銭入れていきます。はい、それでは小銭今20枚持ってきました。じゃらじゃらっと入れますと、ご覧ください。20枚入れてもたっぷりまだまだ入ります。で、このように非常に見えやすいですからね、500円玉。100円玉、さらには1円玉とかですね、5円玉選んだりとか、はい、このタイプ非常に使いやすくなっております。で、パチッと閉めまして、特にこう落ちてきたりとかもね、しませんのでね、はい、問題ございません。はい、あと入れないかもしれませんけど、このマチのあるところにこうスマホですね、iPhone の Pro Max のケース持ってきて今入れてますけども、スマホを入れることも、はい、可能となっております、はい、そして入れないかもしれませんけれども、アルフォートもこのように、問題なく、入ります。そして外側のポケット、こちらにはこうカードを入れておいてもいいですし、あとはレシートとか入れておくと、この中がですね、ごちゃごちゃといっぱいになりませんので、はい、ここのポケットも有効活用ができます。はい、ということで一通り紹介してまいりましたけども、特に強調はしておりませんでしたけど、今回のカラーですね、新緑のこのカラーはロベルタ・ディ・カメリーノのブランドのシンボルカラーでもあり、金運アップの、金運アップを叶える新緑でもあるということで、開運財布となっております。プラスこのゴールドの箱押し、さらにこちらのチャーム、ルマンドチャームもついて、よりこう上品な印象に仕上がっております。はい、まあ、ということでこれまでいろいろとお財布、長財布紹介してまいりましたけれども、ムック本付録のお財布で言えば、この外観のデザインとか質感、見た目の印象ですね、これはもうトップレベル、1、2を争うレベルではないかなと思います。あと気になるところといえば、まあ、中の方の、先ほどもちょっと言いましたけど、ここの辺の収納のマチをもうちょっと取ってもらって広くしてくれたらよかったかなと、こっちとかですね、はい、それくらいですかね、気になるところといえば。はい、それでは最後になりますけども、簡単にお会計のシミュレーションして終わりたいと思います。まずはこの外側にポケットありますので、ここにポイントカードとか、すぐに取り出したいカードはここに入れておくと便利かと思います。まあ、逆さにしても簡単には落ちてきませんので、はい、まあ、このようなポケットがあります。で、そしてメイン収納なんですけど、スッと開けまして、あとはクレジットカードとか使いたい方はここからさっと出せますんでね、よく取り出すカードはもうこの辺に入れといてもいいかもしれませんね、はい、あとはお札、まあ、ここに1万円とか1000円とかこんな感じで、はい、まあ、ここ辺の、まあ、この辺はマチ付きなので余裕がありますので、出し入れは特に問題ないかと思います。で、そして、今度は小銭ですね。小銭はこうガバッと開いて見やすくなっておりますので、100円玉、50円玉、5円玉、はい、あと100円玉もう一個くらい、はい、こんな感じでお支払い。
小銭の会計は非常にスムーズかと思います、まあ、ちなみに反対側にこう開く場合もこんな感じで取り出したりとかできますし、左手でこうお札出したりとかですね、はい、まあ、このような使い方どちらでも問題ないかなという感じがいたします、はい、そしてお釣りをもらった場合もここに小銭を入れて、パチッと留めてここにお札を入れると、はい、まあ、このような使い方になります。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の長財布なんですけれども、とても高級感のある仕上がりで、使い勝手もご覧いただいた通り全く問題ありません。非常に使いやすくなっております。まあ、長財布派の方はもちろんですけれども、ミニ財布使っている方も、こちらのお財布ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。緑色の開運財布となっておりますので、今年まだお財布変えてないよという方は、こちらもぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回のお財布いいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。